二十心法、二十心法、二十神法、バイジェシモルは二十を定とし、そこ及びそのべきを基準にして数を表す方法である。二十心奇数法は二十を底とするクライドリ奇数法である。二十心法のクライドリでは、通常では0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、a、b、c、d、e、解。 g, h, i, j の計20個の数字を用い、10から19までを a から j までに当てて、20を10、21を11と表記する。なお、b と8、i と1が紛らわしいことを理由に、b i を飛ばして、11を c と表記したり、18を j や k と表記したりする例もある。数字の意味する数は、左に1桁ずれると20倍になり、右に1桁ずれると1。 20になる。例えば、という表記において、左の1は20を表し、右の5は5を表し、合わせて25を意味する。桁の表示は、整数第2位は20の位、整数第3位は400の位となる。本節では、慣用に従い、通常のアラビア数字は重心数とし、20新規数法の表記は括弧及びカフの20で表す。 必要に応じて、重心奇数法の表記をカッコ及びカフの十で表す。二十心奇数法で表された数を二十心数と呼ぶ。二十心表記では、和四十を、和270を、和400八百五十五を、和二千十六を、和8 0 0二万七百三十六を、それぞれ意味する。マヤ文明では、二十心法の数詞に合わせて二十心奇数法が、 用いられていた。マヤの数字は五進法を補助的に含んでおり、数字にもそれが反映されている。貝殻で0、点で1、横棒で5を表し、20に至ると桁を繰り上げる。桁は大きい方が上で、小さい方が下となる。例えば、20は貝殻の上に点1個で表記され、72は上に3と下に12で表記され、2016は 上段が5と中段が0と下段が16で構成され、8106は最上段が1、上から2段目が0、上から3段目が5、最下段が6で表記される。したがって重心法の7228イコール2016は20心法では×イコールと表記される。20心数で表記した20の累乗数と、 それを10進数、そこが5の2倍と12進数、そこが3の4倍に換算した数値を掲載する。20進法は、桁の繰り上がりが遅く、これが、長所にも短所にもなっている。20進法の桁の繰り上がりは、3乗レベルで12、進法より5倍、遅く、10進法より8倍、遅い、イコールイコール。また、の累乗数との累乗数は前後で、 最も近くなり、12の6乗と20の5乗が最も近くなる、イコールイコール、イコールイコール。奥レベルで20の累乗数は、に当たるが、最も近い。桁が一つ動くたびに、数が20倍変わるため、小数第一位は、20分の1の位、小数第二位は、400分の1の位となる。したがって、二十進法のは一、二十を和、は五、二十を、は一。 400を和12、400を和75、400を和1、8000をそれぞれ意味する。小数のは855、20を意味し、小数のは855、400という意味になる。したがって、重心数の42.75は20心数ではとなり、重心数の2.1375は20心数ではとなる。前者は4275。 百と四と二十五、二十が同値となり、後者は二千三百七十五、一万とに五十五、四百が同値になるからである。同じく和を意味し、は、十五、二十、すなわちという意味になる。二十進数のの昭和となるが、十進数ではいかに相当する。二十進法ではが、二十分の一になるため、和一、五になり、和一、四になり、 十心法で十、二十は一、二になる。より派生して、十心法で十五、二十は三、四二、和二、五に、十進法で十二十は一二になる。より派生して、十進法で十五二十は三四二は二五に、十進法で十二二十は三五に、十進法で十六、二十は四、五になる。したがって、ある数にをかけると一、五になり、をかけると一、四になり、をかけると三、五になり、をかけると三、四に,になる。このように、二十進法では、 一桁小数で4分割と5分割が可能である。ただし、3分割はできない。半分を意味する表現も、重心法での5部5部は、二重心法では十分十分となる。割り分輪も、重心法の2割5部は0.5、5割となり、重心法で3、8を意味する3割7部5輪は 0.7a、7割 a 分で、 小数、第2位に収まる。その他にも、4分割では、5、回というように、1、4、3、4、長袖と半袖の中間である3、4の袖を、15分袖、ABC と同じく実感を用いるなら、5分袖5分割では、8、C が、2、5、3、5、4、G が、1、5、4、5といった対比や、4、項6民を、8、項12民、 または、八甲を積みんといった対比も可能になる。別の N 信法と互換できる一桁小数として、20進法の0.5は、12進法の0.3と同値になる、両方とも1、4が奇数。同じく、20進法の0.4は、10信法の0.2と同じ値になる、両方とも1、5。10信法の360。 12進法の260を例に挙げる。同じく、桁の繰り上がりの例として、10進法の90を用いる。以下の表に、20進法の小数と、それに相当する分数や小を掲載する。割り切れない小数の循環部分は、下線で表す。20は4と5では、割り切れるが3では、割り切れないので、3分割した際に循環小数になりやすい。また、 9分割した際に循環小数が6桁になりやすいが、これを3桁に続めたを3倍すると、9倍するとになる。桁を3つ繰り上げて重心法に、換算、8893イコール2667、3倍、889、9イコール8001、9倍。また、B、11、以後の素数は、D、13、H、17、J、19、 となる。このように、3を漏らしても4と5を約数に入れていることから、二十神法は、大から小への分割法をとっているとも言える。ここでは、スキップなしで、を、B、を、I、を J と表記する。二十神明数法は、二十を底とする、明数法である。自然言語で二十神明数法の数種を持つものは、比較的、多く、また世界中に散らばっている。 重心法が手の指の数に由来するのと同じように、二重心法は、手足の指の層は、五本四箇所イコール二十本に、よし来る。二重心法の数詞では、一から二十まで、独立の単語が二十個あることは稀で,で、内部に五心法、または重心法を、補助的に含んでいる。最も体系的な二重心法は、メソアメリカに見られる。 例えば、マヤ語族のツォチル語やユトアステカ語族のナワトル語などがある。サポテカ文字、ラモハラの文字、マヤ文字などの奇数法も、蒸気のように点と棒を使った二重新表記であった。マヤの長期歴では二十日を、ウィナルといい、一年すなわち三百六十日の周期、トゥンは二十日十八ヶ月で構成された。トゥンより、上の単位も二重新法に即し、二重トゥンをカトゥン。 400トゥンをバクトゥンと呼んだ。メソアメリカには20の類乗数にも個別の数字や絵文字が命名されている。アジアではアイヌ語、ブルシャスキ語などがある。アイヌ語では40をつホトネップ、100をアシクンホトネップという。原在も一般的で90をワンペイージーンホトネップと呼ぶ。ヨーロッパではバスク語、ケルト語派、フランス語、デンマーク語、 アルバニア語、グルジア語などに二重進法が残っている。どれも、二重を表す数字がなく、百を表す数字があるので、完全な二重進法ではなくなった。フランス語の数字は三十から五十九までは十、0進法だが、一から十九まで、そして六十からは二十進法であって、八十をキャトルボンすなわち四二十と表現し、九十をキャトルバンディックスすなわち四二十十と表現する。 ただし、スイスとベルギーのフランス語は重心法である、フランス語の数字を参照。デンマーク語では六十をトレスというが、これはトレザンドスタイブすなわち三二十の略である。英語では二十を表す古風な5スコアがあり、セルソコ放射コなどの複合語がある。ゲティスバーグ演説の戦闘が4スコアセブニーヤーズアゴーで始まっている。 インドヨーロッパ語族には11から19までと21以上とで異なる。語構成を持つ言語が少なくない。例えば英語では15に対して25。ドイツ語ではフンフトセインに対してフンフンズワンジグと呼ぶ。アフリカではヨルバ語が原産を含む20新法で知られている。ニューギニア島は最も言語密度の高い地域として知られ。 エスノローグには1071個の言語が記されている。このため、名数法も多様で、アランブラック語、など、20進法の言語が存在する。また、20を意味する語が、他の10の倍数と違う、語構成を持つ言語がある。例えば、日本語では三十、みそから九十、ここの、そまでは、設備字、そがつくが、二重は、旗と呼ぶ。23。 三十歳はそれぞれ、二十歳、みそじである。上海語でも三十以上は、普通話と同じく、三十から九十を用いるが、二十だけは二十を用いる。以下に、ナワトル語とバスク語の数字を示す。前者は五神法、後者は十神法を内部に含んでいる。二十神法の単位は、散発的に使われる。単位系では、数を十神法で九、十、 11と表記し、20や400に至ると、桁ではなく、単位を繰り上げる例が多い。ヤードポンド法において、1トンは20ハンドレッドウェイと、1トロイオンスは20ペニーウェイと、1パイントは20液量オ,オンスである。同じく、イギリスでは、1971年2月15日に、通貨が10新法に変わる前は、1244の 12, 12新法と、 2400の20進法の組み合わせであった。この制度では、1ポンドは20シリングであった。個数においても、20進法の単位で、スコアがある。20は54であり、1とその数以外の約数が2、4、5、10と計4個あり、特に4分割と5分割に便利であることも、20進法の単位が使用される一因にもなっている。対する10の約数は、2ともの計2個しかない。 現行の日本の通貨では100円硬貨と2000円紙幣が発行されているが、これらは20新表記では100円が50円、2000円が500円であり、20の累乗数の5倍かつ1、4になっている。100イコール25イコール24、2000イコール25イコール24。これに則っ,って5単位4の20新法が全面適用されると分割の可能性を広げたり、 札束の枚数を減らしたりすることが可能にな。例えば、8000イコール20の通貨を2000の貨幣で4分割したり、400の貨幣が4枚で5分割したり、400円の貨幣が2枚100円の貨幣が2枚で8分割したり、すること可能になる。桁の繰り上がりが遅い性質を利用すれば、6400万イコール20の札束を1万 イコール10の貨幣が6400枚から16万イコール20の貨幣が400枚に縮小することも可能になる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。